おお、うまっ。達也さんめっちゃ簡単にやってたけど。ちょ、これ達也さんがうまいだけやからな。どうも達也チームです。ファブウッドサロンパーク西九条来ております。本日もなんですけども、素晴らしいゲスト、沖縄からあの二人組が来てくれてます。お越しください。残念でした。はい、本日なんですけども、はい、あ、もうこれ全然誰も出て、ブルーロック実写化チャレンジフリースタイラー最強説。ブルーロックってご存知ですか？めちゃめちゃ知ってます。ご存知です。知ってます。名前だけ。僕もです。呼んでますか？いや、もう呼びます。あ、ほんまに？え？何も知りません、僕は。僕もです。え？なんで？サッカーしてたらあれを全員が読まないと。あ、そうなの？それぐらいの漫画っすか？フォワードを、点取り屋を育成する漫画やから、あれ。いろいろあるじゃないですか、この二段式なんたらどれとか、はいはいはい、結局フリースタイラーの僕にはまあ今日マキいないですけど、チームマキヒカ勝てへんやろ。あー、いや、再現一番成功するのが早かった人。ほうほうほう。今から3つ競技やるんですけど、一番最初にできた人3点、はい、2番目にできた人2点、できなかった、あ、2点1点0点にしよう。 OKOKOK 0点で3種目やった時に多分僕が6点で、まあ、どっちが1でどっちかもしかしたら0なのかって、あ、フルで取れるとってなると思う。まあ分からん、2人も上手いし1個ぐらい落とすかもしれんけど、とりあえず最終的に得点が俺が一番高かったら設立しようということで、 OK、 なるほどです。いただきたいなと思います。でいきましょう。叫んでや、え、叫んでや、にゃあ、一種目目、ナギさん、ナギ、ナギさん、ナギ聖一郎、ネギ聖、ネギ聖、ネギ聖、人しかないもん。ネギ聖、ナギ聖一郎くんの、はい、二段式フェイクボレー。最初はグッ、ジャケッポイ、最初はグッ、ジャケッポイ、1番、3番で、2番で、ネット突き刺し、このファーン、もう高くてもいいですか？高くてもいいよ。なんかもうファーン来てもうここでちょうど合うぐらいの、高くてもいい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 ですか？よし、あー、むずいな、これむずいな。よっしゃ。ちょっと悪いな。あ、こっちからで大丈夫。うわっ、これあり、あれあれあれ、え、あれね、でもこうはあかんね、リフティングはあかんね、ボレーをアウトで、クロクロクロやん、あ、いい、あ、できるね、できるね、オッケー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 、まあまあ、1回目やから、あーあー、チャンスだ、うわ、うまっ、うーん、え、うわー、なぎたにぃ、力むな、あたあたあた、変な歩き方するね、大丈夫、大丈夫、大丈夫、なぎです、なぎです、あたあた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 、くそぉ、きた、うわぁ、そうか、あんま振らんでええな、俺ブワーンって言ってもうてんな最初。そうっすね、ちょっと今ナギやったわ、あ、ナギや、俺ももうナギやわ、次からナギ来た、ナギ入った、ナギ入った人おる、うわ、ナギ入った、ナギ入ったな、やばい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 、うわーなんでやねん、よし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 、あー、落ちた、もう行けよ、ちょっと力上がりそうやな、上がりそうやな、ボレーほんま落ちかな、みんなみんなボレーできてもって嬉しいなって、ボレー流行ってんねん、うわっ、ボレー流行ってんねん、うわっ、
ナギ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 です。ナギよナギ1ナギ1ナギよっしゃ2ナギ狙おう。2ナギもマジ狙っとかない。やばいやばい、来た来た。あ、ええなに今上狙ってたよね。どう今上。いや、ずっとこっち見てたんで分かんないです。オッケー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 。ニナギ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 。え、わからんか、梅ちゃんの方が後か。あ、ほんまやほんまや、やばいやばいやばい。頼む頼む、これもう次ができへん。いや、ナギやナギ。あぁぁぁぁ、ソシナギソシナギ。いや、ソシナギおった。ソシナギです。やばい、やばい、よし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 。さあ、はい、最悪や。ニナギ最悪や最悪や。はい、続きましてここからですよ、フリースタイルの本領は。ナギくんの、創造的トラップからのボレー、止めてここで飛んでボレー。はい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 、2種目目。最初はグッ、じゃんけん。いや、俺さっきやらしてまあまあ、ベベベベ、ああ、ゼロ投げやから、うん、ゼロ投げやから。で、俺、2投げやから、お前1投げやから。わかりました。ここで圧倒的投げを、あ、投げ、投げって この人がモデルやったんやっていうのをお見せしたい。投げの人か。実写版やったら出演来るかもしれない。実写版やったらというか、投げは俺を見てかかはってる。ああ、そういうこと。そっちやったんや。そう、いきます。一撃あるか。はい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 、あ、ナギのモデルです。なるほどね。ありがとうございます。これはナギ。はい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 、おい、一撃で終わらせような。はい、一撃ですよ。やめてくれ、やめてくれ、ほんまに。投げます。銀次ファースみたいに言わんとって。コツ分かったよな、大体な。来た、バイバイ。うわー、惜しい。なんか寄ってきてんな。うわ、これむずい。なんかタッチャンさんめっちゃ簡単にやってたけど、ちょ、こそい、ほんまにこれタッチャンさんが簡単に、タッチャンさんが上手いだけやからな。来た来た来た。うわ、うわ、回転逆よ、回転逆、回転逆だ、回転逆か。投げます。こっち返しですよね。そう、来た来た来た。逆や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 。あんだけ確認してたのに。あ、なんか見えてるぞ、なんか、なんか見えるぞ。ナギ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 や、すごいナギや。ドン来た、ドン、うわぁ、どう、でも、で、ネットっすね。いや、地面にはついてないですよ。な、はい、ニナギやった。おー、ニナギ、これ、僕成功したら、え、3番手か。成功したら3番手。さあ、まだニナギ、ソシ、ソシナギ、まだあるんで。ソシナギあるんで。ウイちゃん、ソシナギあるで。あ、ソシナギが。めっちゃ格好悪かったけどな。何が勘弁してや。ソシナギ。はい。ウナギ。
3種目目なんですけども、高く上げたのをスン、あ、ごめんなさい、ここでスンってとこで落とさない、もうここ落とさない、うん、このトントントンみたいなものなし、あ、なしなし、もうピターンシュン、はい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 、ナギナギ、ナギ高さは自分の3倍以上、そうですね、当たるぐらいで、もうはそこの高さの判定はもう高一郎に任せます、はい、今のはなしですわってなったらもう文句言わないね、達也お前行くなよ文句すぐ今のええやろって言うから、じいちゃん、じいちゃん、じいちゃん止めて、沢井のカメラに僕がナギですって、なるほど、最初はグー、ジャケ、ほい、最初はグー、ジャケ、ほい、スイタン、最初チョキか、垂直機か、3、1、2、よし、はい、なぎ候補生お願いします、なぎ候補生1番達也です、お願いします、なぎ候補生2回生舞台です、お願いします、なぎ候補生3番辻元です、お願いします、流行ってんのかこれ、わし行きます、あ、さあ、さあ、僕がナギですアウトっす、これだって負けたらもう設立証ならんもんね、もう間違ってるの2回とも2回、あ、ナギしてる、うわ、わかったぞ、研究してるよ、ダダさんのを見て、なしてもう、ナギです、よっしゃー、ナギおった、ナギです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 、俺2倍やからね、成功したらナギです、僕もナギです、お前、俺だけがナギじゃなくなる、結構フリッシュどころか、ナギじゃなかったっす、あ、これ、タカさん一番最後の勝てやるんですか、はい、頑張ります、取れたね、僕がナギです、取れたっす、今、取ってやる、取れたっすよね、ちょっと、待ってよ、僕がナギです、僕はナギです、僕がナギです、ナギです、コイチロさん、ナギです、ノットクリア、よし、トントンってなったよね、確かに、あの足ついた時に音は鳴ってた、僕はナギです、僕はナギです、え、クソやん、もうええって最後カッコもつけたのに、よしよし、あ、ナギや、ナギかな、いや、バチです、バチ、あ、
あんまないけど風が、風が やめます。あー、なんかいいやめれるからね、凪はやっぱり。うわー、僕が、凪です。クリア、凪や。追加点ないですか、今の。今のも凪ですよ。さっきのやつなんですね。あ、ないよ。ないです。うまっ。うまっ。はい、ということで、3種目終わりまして、合計得点が4点です。4点、3点、4点、3点、2点。そんなねブルーロック再現はフリースタイルは別に最強じゃありません。サッカー上手い人が最強です。よく罰ゲームで J リーグ見に行ってください。え、よくこはブルーロック1巻買います。いやいや、前回まあ10何本しか出てないな。そうですね、11と11巻ブルーロック買います。まあ借りてもいい、あの読書感想文も書いて。あ、ブルーロックの感想文、読書感想文を、ツイッターで ご投稿文。あれ120文字やんな。120、620、600文字分。はい、わかりました。あの、辻元くんが、読書感想文を書いてくれますので、よろしくお願いします。あの、お二人のチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。今日来てないですけど、巻き企画のチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。